ヒーとランド星に。黄昏に燃える丘を4枠で攻略しちゃうぞ。いざ出陣。星1だと3枠で攻略できるんだけど、さすがに星が上がると無理でした。悪魔と赤い敵が出てくるので、エキゾチックは必要。相性もあるんだろうけど、ニャンマがやや使いにくいです。そこでシールドブレイクにクロイズを使います。星1ではエキゾチック、ニャンマ、貝で攻略しましたが、敵が強すぎるのでしょうがないよね。悪魔は閣下は貝を使えばワンパンですが、今回は再生産性を重視しました。エキゾチックの活躍次第で攻略時間は早くもなり遅くもなりますが、最初は時間をかけてゆっくり攻略していきます。動画投稿はめっきり減りましたが、日常が結構忙しくって編集が追いつきません。レジェンド星2を無課金レベル30でクリアしているのですが、そろそろ投稿しないとまずいかな。茶番を入れつつなのでお時間がかかるのと、やる気が出ないと難しいんです。非公式外伝のストーリーはできてるのですが、正直編集がしんどい。最初の難関悪魔閣下を倒したら前進、働き猫のレベルを上げつつ資金を守ります。さて何が出るのでしょうか。ヒウマ、レッドエナジー、パオンモスにデビル1。デビル1が邪魔でなかなかクリアできませんが、それを解決するためにクロイズを使います。貝だったらシールドと一緒に倒せるのですが、攻撃頻度の関係でこちらを採用しました。そして残りの4枠目はクロキャス。射程で負ける危険があっても、感知するものがいればダメージは入りません。うまく使って広範囲の敵を攻撃します。エキゾチックが前にいれば劣化無効なので、ノーダメで攻撃続行できます。パオンモスのシールドは剥がしてるのでダメージは与えられるのと、雷砲でまとめて止めることができます。5月になったら超極猫サイクルかもしれないので、チケットと猫缶を集めています。新キャラ出たら投稿しますが、出なかった場合面倒なのでパスです。強いニャンマですが、星が増えるにつれ攻撃環境の都合で厳しくなってきています。これであとはヒウマだけですね。デビル1が出てきますが、そのまま押し切っていきます。いろんなことやってると動画編集が面倒なので、そのまま出したりもしますが、今回は一応ゆっくり実況させていただいております。さあこれでフィニッシュです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。